のナポリタン、とっても美味しいわ。よかった。ルビーもこの喫茶店のナポリタン好きなんだ。沼津にも素敵なお店があるのね。ルビーのナポリタンは私のと味が違うのよね。うん、チーズ入りだよ。食べてみる？いいの？ありがとう。じゃあちょっといただくわね。うん、おいしい。そっちも注文したかったわ。メニューを選ぶときすごく迷ってたよね。ええ、チーズ以外も美味しそうで、本当は全部頼みたいくらい。でもそんなことしたらとても食べきれないものね。じゃあまたお腹が空いたら食べに来ようよ。今日は一緒に沼津の楽しいところいっぱい回るんだから。よかった。エディさん、あのね、実はちょっと不安だったのよ。ルビーに嫌われたというか、怖がられてるんじゃないかと思って。怖がる？どうして？ほら、私とルビーが最後に会ったのってレーザーサバゲーの時でしょ。私あの時ルビーに対して、そのかなり高圧的だったというか、銃もおもちゃだけどバンバン撃ったし、ゲーム中はハイになってたのかしら。帰りの電車の中でようやく気づいて頭を抱えたわ。今更だけどごめんなさいルビー、ゲームとはいえ怖がらせちゃって。そんな、全然気にしてないよ。ルビーだってエリさんに同じようなことしたし、それに2回戦で一緒のチームになった時、エリさん何度もルビーを守ってくれたでしょ。すごくかっこよくてドキドキしちゃった。エリさんがそばにいてくれるなら、どんなことにも立ち向かえる、そんな風に思ったよ。ルビー、このサバイバルゲームを体験して前よりエリさんと仲良くなれた気がしたんだ。だから今日はエリさんともっと仲良くなりたいな。ありがとうルビー、私ももっともっとあなたと絆を深めたいわ。改めて今日はよろしくね。楽しい一日にしましょう。